皆さんこんばんは。日曜日の夜、子供たちもサザエさんに笑点、ちびまる子ちゃん、楽しいアニメを見て過ごしていることと思います。今日はフランスの異端児サティのグノシエンヌ第2番を弾いてみます。サティの作品には小節線がない曲が多いことがわかります。それはなぜでしょう。今日はグノシエンヌ第2番を弾いてみます。Thank you.
サティのグノシエンヌ第2番でした。サティの作品には小説線が本当に書かれていないので拍を取るのが少し取りにくい部分もありますが、自由にエキゾチックな曲奏で弾けるととても楽しいです。明日も楽しいレッスンを。グノシエンヌ第2番でした。おしまい。